テス行ってきましたです。どこへ行ってきましたか。え、どこも行ってないですよ。困ります。行ってきたこと。<laughs> どこも行ってないけど、<laughs> はい、参加したのは7月21日に。うんえー、開催されたオッポの新製品説明会 C. M. 発表のイベントを、まあ拝見しましたと。これは私、あの担当がオッポで。今、あのリノスリー A. を紹介しましたが。はい、えっと、この先にまた。 新製品があるというう認識ででよろしいんでしょうかいょや、まあ、あるんだけど、まあ、あのスマホはもうすでに、あのー、今年3月にサンキャリアが発表した時の中発表したモデルの中に 5G 対応端末の中に、うん、実は OPPO の端末が au 向けとソフトバンク向けにございましてですね、うん、でそれプラス今日の LINEO3A、えっとうん、もこれは発表がやらなかったんで、うん、ああいう時期だったんで。うんはい やらなかったんで、うん、それも合わせて3機種今回はご紹介なんでだから今日やった o p p o r e n o 3 a と、うん、それから au 向けの OppoFindX2Pro それからソフトバンク向けの o p p o r e n o 3 5 g なるほどこの3機種をスマートフォンとしてはご紹介とはいでさらに完全に新規の発表としては、うん、イヤホンうん2種類アンコアンん、アンコ W11 アンコ W51 っていうのが出てきますね あれですね。英語表筆記にするとこういう字なんですね。英語です。英語です。E N C O でアンコです。はい、あとはもう一つスマートウォッチで o p p ウォッチでは出てきます。楽しみ。はいまあ順番にちょっとご紹介します。はい、本当はあの現物はまたちょっと改めてご紹介しますが、別件でちょっと僕は今あの試してるマッサイチでございますんで、はい、せっかくだから物があるし、あの、えー、とご紹介しますって話なんですが、はい、まずこっちこれ。はい。ポファインド n d X2 Pro。 7月22日に、えー、au から発売にもうなってます、うん、5G 対応のフラッグシップモデルちゃんと言っておきますけど今これ 5G の芝生入ってますけどもあ、ま、入ってるからどうだって話でもなくて、はい、ここのスタジオに 5G の電波はまだ au もソフトバンクもどこも届けてくれてないので,で、ね、早くここになんか機種を置いてださいって話したんですが <laughs>、はいえー、っていう感じですで背面はこんな感じで全面背面ともにこう少しこうラウンドした形状のモデルと。うんうん ななかなか相変わらずこの,この辺の仕上がりがすごい、ね、キラキラ感が、ねはい、とても素敵なモデルでございますが、うん、AI オンラインショップは 5G 対応端末なのに9万2040円といいうですすね買やちなみに今、僕が借りているのはこの色ですが、はい、オレンジ色があります。 オレンジに来るんですねしかもビーガンレザーあ、それちょっとえー、これはちょっと僕ね大変あの欲しくてしょうがない端末になりますまたちょっと別個でご紹介いたします、ね、はいお願いします、はい、それからえっと、オッポリノス今度ソフトバンク向けのオッポリノスリー 5G こんな感じのえー、またなんかちょっと面白いよ見た感じはさっきのオッポリノスリー A そっくりだと思っていただいていいんですがこれも 5G 対応端末で7月31日かなにえ発売になります。さっきのファインデックスプロがまあフラグシップ、ハイエンドだとかまあミッドレンジに近い感じで、それが証拠に端末のお出番、5G 対応端末なのに68,400円と、割とお手頃に買えると。はいうん、すごいね。うん、だから 5G をいかにして安く手に入れるかっていう点では、まあ、はい ちゃんとしたルートでそのキャリアさんで買うという意味でいうと、うん、ここら辺がいわゆるその今では一番お手頃、うん、まあこれより下というのは要するにあの、えー、と他のメーカーさんが SIM フリーで出している 5G の端末があってプラスソフトバンクは今 SIM フリー向けの 5G 契約 SIM、うん、だけ契約を今始めているので、まあ、その組み合わせはいけるかもしれないけど、うん、現状でやっぱり一番これがお手頃な値段になるのかなという感じがしますので31日発売。今予約、はい してる最中でしてる最中はい、はい、ソフトバンクねはいソフトバンクの方でチェックしていただくこうまた番組でやりますそして次さっきもお話ししたちょっと、はいえー、アンコー ENCO のエンコーなんですけどあのエンコーのいやンアンコールですねあそっちもう一回来たさいのアンコールからネーミーが来てた とというこでこれ実は防水防塵対応だったりとか、うん、まあ遮音性を結構高めた、まあ、完全ワイヤレス、まあ、いわゆる最近のはやりの分離のね2つのやつでケースがあってそこに入れておくと充電できてみたいなスタイルですが a ンコ w 5 1の方がえっと上位モデルでこれノイズキャンセリングがついてます、うん、1> で 15,、うん、1万5800円で大体単独で3.5時間使えてケースを入れに、うん、をケースにもバッテリーが入ってるのでこれを組み合わせて使うと20時間ぐらい使えると。うんうん で W11 っていうのが、えっとまあ、もう少しお安い方で、ねはい、こちらはなんと5,800円、うん、安いみたいな感じなんですけどこれは、えっと、イヤホンのみで5時間ケース付きで組み合わせれば20時間っていう格好なので、うんうん、まああの僕はえっと他メーカーさんのものも使ってますけども完全、はいまあ、バイオリスやっスり今、まあ、流行りだし、ね、ちょっと今回これ 実物を触れてないのと、うん、実物を耳に装着できてないので、うん、何とも言い難いんですが、うん、まああのまあノイズキャンセリングのって15,800円っていうのはまあかなりメリットあるかなって気はしますし防水っていうので一応雨降ったりとかり、ね、まあいうことを考えるとまあありかなって感じでちょっと期待をしております。うん、そしてもう一個がオ、うん、ポーチ、はい これはあのまあ出るだろうっていうふうに国内向けにね出るだろうっていうのをちょっと期待をされてたモデルですがえまああの時計はいろんなパターンがありますけれどもこのモデルはグーグルのウェア OS 要するにまあまあスマートウォッチ版の Android と思ってもらうといいんですけどもこれを搭載していますのでえこのウェア OS 対応のアプリが大体いい今4000本ぐらいあるそうなんでそれを組み合わせて使うと。 うん、すごいな楽しみこれちなみに外観は写真を見ていが分かるんですけど、はい、どっかで見たような感じのデザインに近い <laughs>、まあ、いわゆる四角いねこれちょっと楽得意、はい、になっています。1.61トンオレットで3気圧防水水泳とか、まあ、泳いでる時にも使える防水対応ということになっていてなんと2万5800円。 安い。実際現物触ってないんで、どういう感じになるかわかんないですけども、これちょっと楽しみな。特にこのウェアオイルの素材はあんまり最近まあまあちょっとずつ増えてはいますけども、久しぶりに新しいの出てきたんで、ちょっと楽しみだと思います。はい。これあの最初にあのお伝えしましたけど、どこへ行ってきましたかどこも行ってないよってことはオンラインですね。オンラインアプリです。はい。で後でやっぱドコモアップはない。ん？ドコモ。ないです。今のところないです。ね。将来出るかもしれないけど。 わかりませんこれはもうあえてあえて勝手の予測だけ言っとくと、はい、ドコモはアファウェイさんとのお取引がちょっと今難しい状況なので,、はいえー、で特に最近あともう一つはサムスンさんはもう当然扱ってるんだけど、はい、そのギャラクシー S20 ウルトラとか、はいはい、Z フリップとかああいうのはみんななんか au に持ってかれてるんで。ね どううするんだろうと思ってて実は僕は海外のメーカーさんがもう1個か2個か新しく入ってくるんではないのかなってちょっと思ってます、うん、でその中でいうととこれはでもいろいろと <laughs> いろいろと厳しい条件があるので、はい、お金だけじゃなくてねいろ、うん、んなことを含めて、うん、あ,のあるので、まあ、ちょっとどうなる形になるかわかんないですけど、まあ、ドコモンがいつかなんか出してくるかもしれないわかんないちょっと楽ししみにてどっちになるかわかりません。そしての発表はい もあったんですね。ありました。はい。えっと、サッシ登場で。ね。サッシ原莉乃さんが、まあ一応キャラクターとして。今回も継続なんだけど。新しいキャラクター。うん。木梨憲武さんが出てきました。なんで。って思ったら。サッシはリノで、オッポリノじゃないですか。で、オッポリノ A. が出たわけでしょう。で、今回リノー三 A. なわけでしょう。リノ じゃなくて海苔じゃなくてリノなのっていう感じで海苔竹さんの海苔竹さんができたらそういうことを引っ掛けなのみたいなこはいこんな感じでですねサッシーとで海さんが出てくるとあ<ー>こんな感じのものが これからたくさんあの放送で出てくると思います。テレビとかいろんなところで見るようになると思いますが、まあこの他にも何パターンかあって今回ねあのちょっといくつかお披露目をいただいて、じゃリノさんとノリさんでコラボしたっていうイメージですね。そんな感じです。そんな感じです。リノさんノリさんか。特賞とか特もう実際にお二人でスタジオでされてたんですけども、それも拝見したらまあなんか結構まあでもノリさん相変わらずあのまあ暴れまくりでしたけども、雑誌はなんかだいぶあの 発売前からこの端末を触ってたそうでうん、うん、結構お気に入りだそうで、はい、写真がよく撮れるという話がありましたけれどもうん、うん、彼女確かツイッターを結構やってるんだよね。でツイッターにも何か写真を上げてたんだけど、うん、これからはせっかくこの、うん、OPPO のリノ 3A。 インスタグラマーインスタをもっと頑張りますって言ってたんで写真をいろいろこれから多分インスタにも上げていくと思うんでまあね写真のりさんもやってるみたいなんでだからまあお二人のアカウントをフォローしていただけるとまあそういう撮った感じがいろいろ見えてくるのかなちょっとね楽しみな展開だと思いますんでちゃんと日本向けの端末作りだけじゃなくて日本のそういうその何つうの キャラクターの文化もちゃんと理解していただいてやってるところはお子さん頑張ってなというところでございました。端末も面白いしあとウェアラブルはいよいよ出してきたんでゆきちゃん的にはいつんかどういうのを腕につけるのか耳につけるのかわかりませんがするのかなっていうところもちょっと楽しみだと思いますけどもこれらもね順番に7月8月からかな順番に発売になりますんで。 あのまた携帯を押すとかでも記事も載ると思いますし、はい、あの量販店とかでも多分デモコーナーができると思うんで触っていただいて時計かな時計が僕ちょっと楽しみだなと思ってます楽しみですぜひ、えー、皆さんもお楽しみにお待ちいただければとタイミングがあればちょっと番組でもねまたご紹介したいと思いますんでということでオッポの発表イベント、はい、新製品 &CM の発表でございました、はい